い、見てください。予想はしていましたけれども、わなんかこんなに全部ないとは思ってませんでした。はい、皆さんこんにちは、ドリーチャンネルのトミです。はい、今日はですね、1週間ぶりにちょっと脱出をして足りないものが出てきたので、ターゲットにやってきました。それでは中に早速入っていきたいと思います。レッツゴー。はい、店内はまあそれほどお客さんは入っていない感じですけれども、イースターがね近いので、いろいろ、お庭に使うようなプラントをね、そういった商品やうさぎとかね、ひよことか、かわいい色のいろいろな品物が売られています。はい、普段だったらね、イースターがもうすぐね近いので、こういった卵やねうさぎもたくさん皆さん買われるんですけども、今年は残念ながらイースターもねできなさそうですね。ご飯と、はい、店内ね綺麗に消毒のお掃除をされていらっしゃる方がいらっしゃいますけども、おしめコーナーもねティッシュがないないと騒がれている中、おしめもたくさん売ってるので少し安心しました。もうだいぶ商品の補充とかはされてるんでしょうかね。ミルクもたくさん売ってます。離乳食もねたくさんありそうな感じで良かったですね。なんか商品がなくなるとやっぱ不安になっちゃいますけど、はい、大丈夫そうですね。多分今はね子どもたちも学校がなくてゲームをする子どもたちが多いのでね、ゲーム人気でしょうね。結構売れてると思います。今日からねターゲットは、レゴ商品が、20% のものがあるということで、たくさんセール品がありますね。子どもたちがねこれも学校でお休みなので、お家でできるようにという配慮でターゲットが今日から 20% のレゴ商品がたくさんあります。はい、こちらはハッピーイースター、今年は4月12日の日曜日なんですね。もうすぐですけれども、たくさん商品は残っています。このねマシュマロのこれが結構アメリカ人は人気なんですよね。最近ではね黄色だけではなく、こういったブルー、紫とか、あ、今年初めて見ますね。これはパーティーケーキの味なんで、いろんなものが入ってるんですね。マシュマロはマシュマロなんですけれども、すごいですね、初めて見ました。一番売れてますね。新製品です。あ、すごい、サワーウォーターメロン、なんじゃこりゃ、スイカ味、すごいですね。いろんな味が出てきました。初めて見る、すごいです。この子のねぬいぐるみとかもね出てます。ぷにょ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 、大きな卵もありますね。はい、こちら、お水コーナーです。うさぎちゃん卵はたくさん残っているのに、やはりお水はまだそれほど補充されていませんね。ゲスト1人につき1つですって書いてありますけど、1つも買えない状態ですね。はい、あとその他のいろいろお菓子とかは結構戻ってきてる感じですけど、ちょっとスポーツドリンク系、ジュース系の棚がガランと開いてるかな。あとそうですね、冷凍のビールとかも
まあまあ補充されてますね。あ、でも冷凍コーナーですかね。ここピザないですね。わあ、すごいな。やっぱりアメリカのお家は冷凍庫大きいんでね、2台あるうちもあるので、冷凍食品はやっぱり買いだめされてる方が多いんでしょうかね。結構商品がまだ入ってない感じですね。あと、そうですね、こちらは、パスタとか缶詰の商品ですけども、やっぱりちょっとまだあまり商品が戻ってきてない感じがします。はい、こちらキャンベルのいつもの缶缶のねスープとかあるコーナーなんですけども、ほとんどやっぱりまだないですね。すごいですね。1人8個までって書いてますけど、そんな買える状態じゃないですね。やはりこう常温で保てるものはね、こういう缶詰とか皆さん買われてたんでしょうか。結構品物はなくなってますね。わあ、見事にティッシュペーパー、紙系すべてない感じですね。わあ、全然家にこもってたんで全然知らなかったんですけれども、もうあのちっちゃいティッシュがちょこっとあるだけで、あと本当に紙ないですね。なんでみんな紙を買うんだろう別に多分生産されてると思うんですけどね。1人1個って書いてますけど、何もないから買えないです。わあ、すごいな。これはすごいです。スターバックスのカフェ自体は空いてるんですけれども、こちらの座って食べるところは全部ね、フードコート的なところは全部クローズになってますね。はい、ということで、だいぶね商品は戻ってきてるものもありますけれども、一日も早く、今まで通りの生活に戻れるように皆さんで頑張りましょう。ということで、本日は、今のゲットのスーパー